室花楽しの山内放水です。今日はとてもいいお天気でしたが、外出ができなかったので着物を干してみました。皆さんもこの機会に一度着物を虫干ししてみたらいかがですか。で、虫干しする際には着物が畳めないと後でしまえなくなりますので、今日は着物の畳み方をしていきます。分かりやすいように着物を広げた状態で置いています。皆さんはこんなに広げなくてもいいです。で、まず置き方としては、自分の左に着物の襟が来て右に裾が来るようにして置きます。そして置きましたら、この着物のですね、脇縫いというのがここにあるんですが、脇縫いというのはこの袖付けの下のここは穴が開いてますよね。ここ、宮津口と言いますが、この宮津口のすぐ下からの縫い目を脇縫いと言います。ここの脇縫いのところで折ってあげますね。で、まずは着物は上の方はちょっと無視しておいて、裾の方だけ整えていくようにしていきます。この脇縫いというのがもし分かりにくい方は、今ここに襟がありますね。で、襟下があって、襟下の次にここに縫い目があります。お首の縫い目がありますね。この縫い目の次のここの縫い目です。この縫い目が脇縫いになりますので、脇縫いのところからきれいに折ってあげます。はい。で、これができましたら、先ほど説明したこの襟下のすぐ次のところのこの縫い目ですね、このお首の縫い目のところから自分の方に襟を持ってきてあげます。で、これができましたら、反対側の襟を今折ったこの襟に重ねていきます。こうしてしっかりと重ねてあげます。重ねましたら、今度はこちらの反対側の脇縫いですね。今重ねた襟の次にお首の縫い目があります。その次の縫い目のところですね、ここをつまんで持って、最初に折った脇縫いのところまでしっかりと持ってきて重ねてあげます。そうするとここが背縫いになってきます。で、これでもう裾の方が綺麗に畳めた状態になります。で、このように広い場所でしたら、自分が襟の方にずれて襟を次整えていけばいいんですけれども、狭い場所の場合は今整えたこの裾を乱れないように折って、そして襟を自分の前に持ってきて次に襟を整えていきます。で、襟の整え方は、ここ襟がありますね。この襟のところを開いてあげると、ここに背縫いがあるんですけれど、見えますか。この背縫いのところから背縫いを谷になるように折っていきます。そのためにはここに片山の折り目がありますね。この片山のところをピタッと合わせてあげると、背縫いのところが谷になって片山が山になるような形に折れます。そしてこのまま左に引っ張ってあげると、このようにして2つの襟がきれいに重なってきちんと畳めてきます。そして今これお袖ありますね。お袖ちょっと自分の手前の方に持ってくると、ここに背縫いのところが、背縫いのところできちんと折れた状態になって、もうこれで身ごろはきれいになっています。そして上のお袖は袖の縫い目のところから上に重ねてあげます。そして下のお袖は下にしたいので、乱れないようにここしっかり持っておいて、ちょっと裏返してあげて、そして下のお袖はお袖のこの縫い目のところからですね、整えてあげます。
でまた乱れないように押さえておいて、これを開いてあげますね。はい、これで着物がきれいに畳めています。そして多頭紙に入れるためには、ここに今襟先がここ出てるの分かりますか？この襟先のすぐ下から半分に折ってあげます。これでだいたい多頭紙に入る長さなんですけれども、背の高い方とかはもう少し身丈が長かったりするので、多頭紙に入れるためにこの襟先のところもちょっと折ってしまわないといけない方もいらっしゃるかもしれないんですが、襟先はなるべく折りたくないので、できればこの襟先が折れないような形でこのように畳んであげて多頭紙に入れていきます。簡単ですね。皆さんもやってみてください。